これで合宿に行くぞ。合宿だぜー。あまりつかなかったな。初甲子園だからな。記念すべきメンバーを紹介してやろう。1番ショート、友澤。2番セカンド、蛇島。3番ファースト、川星。4番レフト、キム。5番センター、清田。6番ライト、下島。7番サード、大空。8番キャッチャー、笹。9番ピッチャー、青葉。ベンチ入りのメンバー。2年生ピッチャー、笠間。3年生ピッチャー、戸田。3年生ピッチャー、早川。1年生ピッチャー、米倉。1年生内野手、室井。1年生内野手、タッツ。1年生外野手、有村。2年生外野手、ライス。2年生外野手、小寺。正直まだまだ能力は低いが、成長スピードは上がってきている。甲子園は一つでも多く勝てれば儲けもんレベルだな。ちょま、ライバル校が相手らしいな。サクセス選手がいるのか。クソかキンパワー負けてるな。A カンパワーな。こっちが不利だな。さあ、初甲子園どうなるかな。うちよりはるかに格上だな。これは厳しいかな。三塁側、宮崎代表、正義。一塁側、新潟代表、龍太。憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。さあ、注目の大会初戦、プレイボールです。右の青葉頑張れよ。さあ、注目の立ち上がり。初球を打ちました。ショートバウンド、一塁へ送る。打ったい当たりだ。破った。出したか。鈴木、あかん。左、怒りか。あ、怒りな。友澤対怒りだ。友澤負けるな。トップバッターは友澤。あらら、初球を打った。さすが蛇島。またナメプしてるな。あのセンターの守備何なんだろう。ここはバントだ。バントでゲージを貯めていく。ワンチャンワンヒットで1点だしな。オッケー。それでいい。ピンチか。ここで使うぞ。もう早くも使ってきたか。3年生、中野島。第1打席はフォアボール。マウンド上ピッチャーは青。究極の奥義が今解き放たれます。は？打ちました。痛烈、伸びた。何が究極の奥義だ。このレフトスタンドへ吸い込まれていった。青葉がっくりとうなだれます。いや、これは厳しいやろな。4点に広げます。チームメイトが迎えます。ゲージの差もついたし、きつそう。ファイト。いいぞ。もう一押し。同点きた。マジか。これはワンチャンあるぜ。さあ、いよいよ最終回。先頭バッター。ピッチャーは笠間か。笠間頑張れよ。伝令で底上げだ。ここしのげばさよならの可能性あるからな。さあ、笠間抑えろよ。笠間能力いいからな。打った、痛烈な当たり。ワンアウト。星空、いい当たりでしたが、ショート正面でした。これでワンアウト、ランナーはありません。追い込んだ。
はぁ、お前ここでホームラン出るか。しかも確定弾、マジか。笠間がっくりと肩を落としています。素晴らしい一発をベンチも祝福。いや、笠間いい投球してたんだけどな。この一発がかなり心が折れるな。打ちました。レフト前に出る。噛みました。これでツー。せめて最終回負けてたら操作させてくれね。いつクソゲーか。逆に自動で楽天勝ちしても嬉しさ半減なんだよな。なりませんでした。まあ負けはしたが、まさか追いつくとは思っていなかったからな。ゲージも差がついてたし、ほんとよく追いついたぜ。上がるか。ダメか。もう一押しだな。プロのスカウト来たぜ。田中山かよ。一瞬モブかと思った。月日は流れそう。別回次のキャプテンは青葉だ。青葉キャプテンしっかり頼むぜ。池のチュアーン、お疲れ様。ニートにはなるなよ。さあ新チームどうかな。青葉は夏も結果出したからいけるだろう。お待たせいたしました。まずは県大会2勝は必須だな。地区大会も勝って春の選抜に行くぞ。三塁側正義、一塁側青島。観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。試合は2回、有村のタイムリーで先制。有村ナイス。中継正義1点先制。1打お打ちました。これはいい当たり。入ったー。友澤さすがだ。友澤は新チームでも期待してるからな。初球から思い切っていきました。5対1正義リードを4点に広げます。さあチームメイトからも祝福を受けます。試合はそのまま最後に笠間が抑えて勝利。米倉うまくさばいています。ゴールド勝ちはできなかったか。まあよかろう。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。さあ今日勝てば地区大会進出だぜ。これだけ差があれば勝てるだろう。お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝利を目指します。まだまだうちの選手の能力は低いな。一塁側堀切り、三塁側正義。観客に見送られて守りに散りました。さあ2回戦プレーボールです。試合は特に見せ場もなく青葉の完封勝利。室井軽快な守備を。あんまり点が入らないな。打線はまだまだだな。まあ青葉が安定してるからいいけど。2回戦を見事勝利しました。またプロスカウト来たぜ。怒り来た。平凡になったからワンチャンあるぞ。もう弱小校ではないからな。地区大会だな。結構差があるな。お待たせいたしました。最悪一勝はしたいところだが、どうだろうな。能力も向こうの方が高いからな。三塁側正義、一塁側都の城。観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。試合は両チーム投手戦に。ゲームは中ファール。打ちました。先頭出た。エビズカール流し打ち。どうだ。サードから二塁送球。二塁フォ打ちました。よし。室井取った。は二塁セーフ。セーフ。今のアウトじゃねえのかよ。正義先制のピンチを迎えます。先に踏んでるように見えるけど。あー先制された。
点取れねえ。さあいよいよ9回に入ります。逆転さよならに期待するしかねえな。さあ特待生の打ちました。当たり少ない。室井ボールを取る。アウト。打ちました。いいよ。破ってった。種村左に切れていきました。おいおい、しっかり今拾った。打ちました。1、2塁歓迎。1塁へ送る。オッケー。青が取ってアウト。同点だ。逆転さよなら。だから自動で勝っても嬉しくねえんだよ。後で操作機会が増えるかもしれないらしいし、それに期待だな。2回戦を見事勝利。2回戦進出を決めました。さああと一つ勝てば選抜だぜ。劣勢か。今日勝って春の選抜行くぞ。青葉が抑えられるかどうかだな。お届けいたします。三塁側延岡、一塁側正義。観客に見送られて守りに散りました。さあ2回戦プレーボールです。インコース引っ張った。よく取ったな。ツーアウト。さあリプレイ。いやこのファインプレーはチームを鼓舞するぜ。次の回チャンスを作るの問題。あらら。アウト。スリーアウトチェンジ。その後は両チーム投手戦。結局試合は最終回に。さあいよいよ最終回。ほむほむ先頭出てくれ。なんとしても出塁しろ。発揮することになるのか。打ちました。左へどんどん切れていきます。アルボー。すげーカーブ。打ちました。うそー、それ取るのかよ。ナイス出てくれ。持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。打った。打った。1、2塁間の打球。あー、沼倉取ってアウト。一発にかけるしかねえな。身内ワンホームラン頼む。打ちました。初球打ち。これあっさり終わって笑った。アウト。試合ダメだったか。青葉頑張ったんだけどな。沼倉見事な完封勝利。残念ながら2回戦で敗れました。月日は流れ、ドラフト会議。さあ誰が選ばれるかな。蛇島か。さあ誰だ。キムかよ。蛇島よりキムの方が評価高いのね。次はスカウトだ。今年は田中山と怒りか。平凡になったが成功するかどうかだな。今年は結構いい選手多いな。ここは怒りで行くぞ。さあどうなる。もう弱小じゃねえぞ。クソが。やっぱりまだダメか。さあ合宿やでー。全然だったな。諦めてモブに行くぞ。今年はモブもいいやつ多いからな。うちに来るよな。クソが。モブもダメなのか。春の選抜どうかだな。ワンチャンあるけどどうかな。顔バレ注意。さあ笑え。あ、察し。今年もダメだったか。残念。上がらないか。月日は流れ卒業式。青一は行方不明。戸田はならずものかよ。これ登板してなくても通算試合数で出るのね。蛇島よりキムの方がプロになったな。池の地は大学生だ。ニートじゃなければオッケーだ。サーブツをよこせ。大事な大事なブツ。
よくやった。さあ解放できるかな？守備が上げれるな。おーナイス。解放するぞ。おけけ。送球ももう上げておくか。その先のマスも踏みたいしな。これでオッケーだ。まだまだ成長素材足りないな。初めての甲子園もあとちょっとで初勝利だったのにな。まあ引き続きしっかり育成していくぞ。続く。